はい、こんにちは、ブルボスです。本日もね、バイオハザード4 アダーザスパイやっていきましょうか。もともとやる予定がなかったっていう話をしてたんですけど、まあなんかね、勢いでちょっとやっちゃおうみたいなところなんで、まあ、バイオ4のエダス編ね、やって失礼くしゃみ出ちゃった。そんなこともあるよね。まあまあ普通に、プレイをしていっているわけなんですけれども、まあちょっとね、前も話したかもしれないけどね、なんかね、バイオ4っていうか、バイオってさ、なんか本編よりもそのサブゲームの方が難しいっていうオチね、あったりするよね。だから僕みたいなね、キーボード操作で、ね、急な切り返しみたいなのができないから、こうちょっと一個一個入ったその角のところに敵がいないかどうかっていうのをチェックして、さっきみたいなことが起こるんだよ。ほんと注意しなきゃいけないよね、マジで。危ない危ない。で、いる？大丈夫だね。こっち側も多分いるんだけど、まあ一旦はこっちから先にちょっと済ましてからかい。いない。あ、でも、あ、いたね。こっちはいない。よし。ああ、でもナイフで切っといた方が良かったかもしれない、ね。まあまあまあ、まあでもこの数発でいけたから。よし、よかよか。よし、じゃあ戻りましょう。戻りましょうじゃねえ。戻るなっちゅう。進めっちゅう。ここで確か1個目のあるんだろうけど、果たして敵はどう？めっちゃいるね。オッケー。ガラス貫通弾。ねえ、ほら。お仕置き棒を持ってさ、やらしい男どもがさ、エイダのね、あの皮をひんむこうとするよ。だけど私はね、上半身より下半身で楽しませるタイプ。まあみんなそうか。言っちゃってどうっす皆さん、バイオのキャラ、女性キャラでどのタイプがお好み？まあでもその出てくる作品によってっていうのもいろいろ変わってくるよね。あ、なんかすごいダースベイダーみたいな顔してたんだね、お前。よく見たら何回か出てきて気づかなかったけどさ。あ、でもこれあれだな、多分な、サンプル取ったらね、いつの間にあなたサンプルに持ち替えたら、あーもう来てる、すでに来てる。はいはい、すでに来てたね。そうで、作品別とか、あぶれ、ちょっと早かった。作品別とかで見てたら、やっぱりそのエイダなんかはもう間違いなくバイオ6のがね、一番ビシッチ。あとはまあそれはアシュリーのね、ミサイルたまらんもん。あ、ちょっと、あ、カメラ使った、ミサイルたまらないし、あとはまあバイオ6も基本的に、あ、そっか、誰だっけか、エイだとシェリーくらいか、なんか24歳のおばさんもいるけど、24歳って言ったの、そうなんだよね、登場人物の女性キャラの中で一番若いのに一番なんか年食って見えるんだよね。なんならエイダが一番若く見えるっていう感じがするからね。 OK で、どうもこれ戻るときに敵は特にいないからだね、大丈夫だね。こっちで相手、あー OK、 そう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 、この少ない中でもね、こうちょっとイエローハウでちょっとでもその体力の軽減を抑えられるようにしとかなきゃいけんけどね。そうだろ、バイオ2あんまりなんだろうな、コードベロニカでもダークサイドクロニクルズでもバイオ2でもあんまりね、クレアに魅力を感じたことはないな。いる？いる？いない？あー、なんかすごいすごい、あのマウスが変な顔、変な顔を向いてる。で、慎重に慎重に、いるね。バックキック。ルッドリッド。おっ、OK。大賀もちゃん、体力が少ないから助かるね。よしよしよし。おいで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 。はい、蹴ってあげる。ご褒美。あとはまあやっぱでもなんだかんだね、どの作品を通しても当たりだなって思うのはジルだったりするかな。ジルの金髪とかすごい美人だもんね。
バイオ5に出てくるさ、まあ、やっぱなんか格好はバイオ3がまあ一番エロいんだけど、でもバイオ1のリメイクのジルが一番美人かなっていう気はするけどね。ここ敵出てくる？出てこなさそう。あれなんかすごい縛られてるね。縛りプレイがお好きなようで。ここ、ああ、ここ普通にサンプル、あれちょっと待って。これサンプル取ったらさ、普通に敵出てくるんじゃね？入ってこない。え、冷凍室、あ、でもこれ買い、あれ冷凍のあれは止まってるんだ。あ、そっか、止まってるからいけるんだよな。敵出てこない。あ、ラッキーラッキー。特に押すスイッチもないし。あ、すごい緩い。ありがてえ。よし、このね、2発がこの大事だったりする。相変わらずあれだね、ハンドガンの弾は切れてる感じ。後ろ振ってくる。あ、めっちゃ来てるわ。あれ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。え、なんで今、出なかったの？ちょっとこれまずいな。あ、ですよね。あ、おーおーおおお、お亡くなりになった。攻撃力高っ。わー、情けねえ。恥ずかしい。ちょっとまさかここでやられるとは思ってなかった。ちょっともう、あれだね。遠慮しない。オッケー。お前。オッケー。で、こいつはだって、でも普通に、でも普通に考えてさ、こいつらすごいよね。だってさ、なんて言ったらいいの？頭打たれてさ、痛がるだけでしょ。痛がるだけでさ、普通に考えたらもう即死するはずなのにさ、痛い痛いってさ、のた打ち回るだけでさ、ねえ、普通に生きてんだもんな。あ、ちょっと待って、リーダーが今、後ろチラッと見た。ちょっと待って、くるっと振り返る。あ、来てる。ちょっと待って、遠慮してる。遠慮してる。はい、お帰りなさい。どうしようかな。どうしようかな。まだ来る。あ、来てる。あ、じゃあもうごっついの来てるわ。と思ったけども無視。決めたけど。あ、無視無視。OK。さて、ゴミ処理場か。今まで半分くらいかな。あー、めっちゃいたわ。開ける前からなんか気づかれてた感じがする。OK。おー、いいね。よし、オッケー。で、ここに敵がいるんすよ。で、ガトリング野郎がいるんだけど、今ガラス割れたのに誰も気づいてないっていうね。どうしようかな。ここでちょっと一気に使ってっちゃうか。ほい。もう一、あー、でもまあ、残しといて、そうだね。ほい。オッケー。意外とガトリング、マシンガントークさんも体力が少なかったりするから、ケイ、そうだね。よし、じゃあ、拾って、ライフル装填しといて、後ろ敵は特に来なさげだね。じゃあ進んでいきましょう。なんか今日はあんま雑談しないで普通にトークしてる感じがするけど、普通にトークってか、普通に実況してる感じになってるけど。あ、ちょっと待って、めっちゃ来てるわ。ちょっと待って、危ない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 。これで、自殺してない？自爆してない？大丈夫？返事がない。屍のようだ。ご愁傷様です。じゃあ、行こうか。ハンドガンの様も地味に集まってきたな。でもまあまあまあ、まだマシンピストルがあるしな。はい。あ、そっか、ここって、確か敵いっぱいいたんだっけな。どうしよう。組み合わせられるね。そっか、もうスコープいらないもんな。あんまりその、なんて言ったらいいんだろう。遠くの敵を狙い撃ちするような場面っていうのもそんなにないわけだからね。よし、じゃあ、いるね。ここ結構敵いたんじゃなかったっけな。閉められたしね。ほい。あれ？ちょっと待って。敵全然出てこないよ。わ、もったいね。一体のために使っちゃった、これ。わ、もったいね。そっか。あ、あれか。ロック外した後に敵が出てくるっていう感じなのか。ってなるんだったら、もう普通にさ、別にいらなくね。ほんとめんどくさい。
本当にめんどくさい。そうそう、なんかね最近さ、あの前の会社の同僚とちょっとした、まあ、LINE をしてて、なんか今フリーランスでそいつカメラマンをやってるんだけど、なんかとんでもないミスをやらかしたっつってすごい落ち込んでたんだよね。なんかカメラってすごい難しいよね。だってさ、あの素人がさ、なんかやるとかだったらさ、全然そんなことないけどさ、普通にさ、なんて言ったらいいんだろう、そのとある一瞬の写真を撮らなきゃいけないからさ、その一瞬を逃してしまったらさ、そのお客さんがさ、なんか期待してたとかさ、そのものとかが出来上がりませんでしたとかさ、撮れませんでしたってなったら、もうその一瞬をもう一回再現するっていうのは難しいわけやん。で、今回そのどんなミスだったかっていうと、あの結婚式の写真で、その新郎新婦がなんかそのお祝いのためのクラッカーをパーンって弾く瞬間の写真を撮らなきゃいけなかったっぽいんだけど、そのほら、あ、これ盾持ってる時体術出ないんだ、だからさっきあれなんだな、ミスだな。よし、よけれた。あ、ちょっと待って、めっちゃいるやん。あ、やばいやばいやばい、これよろしくないね、これよろしくないね。サンプルだけとりあえず撮る前に、撮る前にこういう時はあの数がもうあの正義、数が正義。そういう時やばいやばいやばい、盾持ちはこういう時って怖かったりする。弾は余ってるからこういう使い方をするのが正義。よし、あぶね、あぶね、あハンドガンの弾、ごちそうさまです。そうで、なんかね、その新郎新婦がクラッカーパーンってやる瞬間のなんか写真を撮らなきゃいけなかった。その新郎新婦、クラッカーで、あと弾けている瞬間、この3つの条件が揃っている写真を撮らなきゃいけなかったっぽいんだけど、なんかうまく撮れなかったらしいんだよね、残念ながら。でそれでなんかすごいクレームになって今落ち込んで、だからちょっと全然別件で LINE をしたんだけど、すごいなんかね言葉が荒れてるし元気がないしだったから、どうしたのって聞いたら、あの実はそういうことがあってっていう話で、あマジかって。だそいつがね落ち込むってすごいね明るいやつなんですよ、うん、明るくて、なんか逆にみんなに落ち込んでる人にそのすごい元気をくれるようなタイプの人なんだけど、タイプのまあ同僚なんだけど、そいつが落ち込むってことはね結構珍しいというか、うん、だから人ってねどういうことでねその気分が浮き沈みしたりとかっていうのがねあるか分かんないからね、そこはやっぱりあのそういうタイミングが来た時には逆にね自分が相手を勇気づけてあげるっていう、そういう役割分ってすごい大事だなってすごい思ってしまったので、読書感想文かよって思うよ、ね、まあでも落ち込んでる時あるじゃん。その時にさ、なんかさ、普段助けてもらってる人とかさ、その普段自分と仲良くしてくれてる人をさ、なんかちょっとしたことでさ、なんかこうね、あのパワー上げられるんだったらそれは喜んでやりますせっていう、そういう話だよね。さてと、じゃあここ確か監禁されるはずなんだよね。あれ来ない。あ、今日、そうだね、ドラ、そうだね。来た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 。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。予想以上の盾持ちが来た。ここででももう、ぶちかますくらいでいいのかな。あ、ちょっと待って、やばいよ。あー、あと、セミオートライフルってあの、楽だけどやっぱ装填が遅いからしんどいな。あれちょっと待って、あいつ当たってるよね。全然くるって。ああ、オッケー。いけた。めっちゃ滑ってきたわ。ロック解除されたのかな？ん？ああ。遠慮のないドアを開けて。ああ、ちょっと待って。お前ら、双子？アイテム余ってんだよな。あ、でももう、ない、あの、もうでもゴールも見えてるところだから、事故ってんのかよ。オッケー、ちょっと待って。ちょ、拾わない。まだ拾わない。弾装填して、もういいか、もうめんどくさくなってきた。シャラクセ、10発くらいいいや。3発のハンドガンとどっちがいいかっていうのもあるけど、うん、ちょっと中途半端だけど、もう
次どのくらい時間がかかるかちょっとわからないので、こいつらを始末したら一旦ここで終了締めくくっていきたいと思います。はい、ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンね、ちょっと今回ゆるゆるな感じだったんですけれどもさせていただきました。またね、次回パートでお会いできたら嬉しいです。ということで、また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。